足ポキニキ VS リキ、2名の選手どうぞお入りください。さあ、それではまずは青コーナーの足ポキニキ選手から体重計に乗っていただきます。足ポキニキ 62.4kg クリアです。それでは続いてリキ選手お願いします。リキ選手 65.0kg クリアです。さあ、それでは両者前に出てきていただいて、ファイティングポーズをお願いいたします。続きましてフェイストゥーフェイスでお願いいたします。それではお座りください。お二人の選手お座りください。足ポキです。明日初めての大会なんでめちゃめちゃワクワクしてます。で、相手できれば樋口とやりたかったんですけど、なんか出てこれないみたいなんで怪我で、で相手力で恨みもなんもなかったけど、今一発もらったんで明日とことんやってやろうと思ってます。あ、でかいゴールだ。足やったかな。おったろ、ボキボキしたろかもな、グロー。やってみろ。おきっとるぞ、お前。やってみろ。かかってこい、明日は何が何でも勝ちます。お願いします。それでは、リキ選手、お願いいたします。一応、今回、個人戦で選ばれて、めちゃくちゃ喧嘩自慢のいいやつ来るんかなと思ったら、足ボキって聞いて、足ボキってまず誰ってなって、全然こいつのことも全く知らんし、ほんまに誰やねんと思ってるんで、とりあえず明日はもう足ボキボキにしたろ思ってるんで、もうお前覚悟しとけよ、お前誰か知らんけど、お前ポキったるからお前ポッキポキにしたるからこれ、お前アンクルホールド決めんぞこれ、お前もうアンクルホールド決めんぞこれ、お前かかってこいこれ、お前 MMA でもいいかかってこい、お前膝お前どこ全部折ってるからお前かかってこいこれ、お前ポッキポキにしたるからお前とりあえずもう覚えときましょう、お前全部折ってるからお前ポッキポキにしたるからこれ、あお前かかってこいこれ、ガリガリこれ、お前爬虫類みたいな顔しやがってこれ、お前かかってこいこれ、かかってこい、もうそんな根性もないねやろこらお前、もう大阪なんか取ったらあかんぞこらお前、なめんなよお前こらお前、まあ、とりあえず明日はこいつなしポッキポキするんで見とってください、ありがとうございます、お願いします。